はい、で麺を茹でてる間に付属の粉末スープとウェイパー、鶏ガラスープを入れていきます。ウェイパーは小さじ3分の1くらいを入れていきます。鶏ガラも小さじ3分の1入れます。市販の柿の種とこのマーピーっていうピーナッツを細かくこのように砕いて置いておきます。はい、で温まった牛乳はこのスープの中に混ぜます。でスープでちょっとかき混ぜておきます。温めた牛乳をスープの入った器に盛り付けた状態で麺をこの中に入れていきます。次に麺を入れていきます。次に盛り付けをしていきます。すりつぶしたやつを入れていきます。で最後完成です。以上でミルク担々麺の作り方を終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。